こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では真夏に使える6種類のトップスを皆さんにご紹介をしてみたいと思っています。夏場というのはもちろん暑いので、なかなかファッションというものを楽しみづらい季節なのかなと思います。あまり重ね着なんかはできないので、トップス1枚が主役になることが多いのかなと思っています。まあそんな夏にですね、こういったトップスを着ておけばまず間違いないですよというような鉄板のアイテムをですね、今回は6パターンご用意したので、皆さんと一緒にシェアをしてみたいと思っています。まあメンズファッションにはトレンドアイテムと呼ばれるものと定番アイテムと呼ばれるもの2種類があるんですね。まあ今回ご用意したアイテムはどれも定番的なアイテムではあるんですが、サイズ感だったりディティールでちょっと今っぽさを取り入れたようなものが多いかなと思っています。まあ全種類を揃えるのはなかなか難しいと思うんですが、この中で気に入ったものをですね 2,3 パターン買って、日頃の着こなしに皆さんも活かしていただきたいなと思っています。具体的なアイテム解説に入る前に1点だけ皆さんにお伝えしたいことがあります。今回はトップスのバリエーションを皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、ボトムスに関しては1本のものを固定して履くようにしています。僕が今履いてるのはあんまりですね映っていないんですけども、グローバルワークのエアカルイージーパンツというものなんですね。これは最近買ったものなんですが、まあとにかくですねネーミング通りめちゃくちゃ軽くて履きやすいんですね。僕は最近このパンツの虜になってしまいまして、こればっかり履いてるんですね。まあ、写真も出しておきたいなと思うんですが、お尻前ですとかもも周りにはゆとりがあって少しリラックス感があるんですが、膝から下はテーパードは効いていて細身になっているんですね。ですのでスタイルもよく見えますし、今っぽい雰囲気というところも出しやすいかなと思います。まあ、着こなしにおける主役というのはやっぱりトップスだと思うんですね。人は相手の顔を見て話しますから、上半身の方がやはり視界に入ってくるので、ボトムスに関しては使いやすい1本を固定してしまって、あとはトップスでバリエーションを出していく、こういった方法もですね皆さんぜひ活用いただきたいなと思っています。僕の場合はこの夏はエアカルイージーパンツ、そして今回靴はですね、これ見えないと思うんですけども、最近買いましたナイキのエアマックス97ブラックですね。でソール部分がホワイトのものを履いています。まあ、このようなもので下半身を固定化して、あとは上半身の印象を変えることで着こなしのバリエーションを増やしていきたいなと思っています。早速1着目からご紹介したいなと思ってるんですが、1着目は今僕が着ているですね、こういった無地の T シャツになります。まあ、バリエーションとしては僕はホワイトですとか、あとはこちらにご用意しているブラックですね、こういった濃いもの、まあ、2色を使うことが多いですね。このあたりはまさに鉄板アイテムで、僕自身真夏に一番よく着るのがこの無地 T シャツなのかなと思っています。今僕が着てるのはユニクロ U の今季のですねエアリズムのシリーズなんですが、こちらは最初からサイズ感がゆとりがありまして、袖も長いですよね。かなり身幅もある形になっているので、1枚で着ても今っぽい雰囲気が出やすい T シャツかなと思っています。普段僕はですね S サイズを着用することが多いんですが、ちょっとゆったりと着たかったのでこちらは M サイズを選んでいます。まあ、サイズ感に関してはトレンド感を強く出したいのであれば少しゆったりめのサイズを選んだ方がいいかなと思いますし、少しだけ今っぽさを出したいぐらいであれば通常のサイズを選んでもですね少しだけゆとりがあるようなフィッティングになるので、皆さんもですねサイズ選びは慎重になっていただきたいなと思っています。でもう1着最近買ったのがこちらユナイテッドアローズグリーンレーベルのですねポンチ素材の T シャツになるんですね。こちらもですねユニクロ U と同じように洗濯してもですねほとんどシワにならないのでめちゃくちゃ重宝する T シャツになっています。なぜ僕はこれを買ったのかというと、正直見た目で言うとユニクロ U とグリーンレーベルの T シャツそんなに変わらないんですね。でもですねこれちょっと見えるかわかんないんですが、こちらの方はポケットが胸についてるんですね。これがあるかないかで全然イメージが違うんですね。ポケット自体がデザインの一部になりますし、僕はここにですねサングラスを差し込んだりしながら少し着こなしのアクセントにするようなこともあります。本音を言えばこちらのエアリズムにですねポケットがついていたら完璧かなと思ったんですが、まあ、現状ですねこのグリーンレーベルの T シャツの方が僕の中ではですねさらに満足度が高いかなと思います。その分ちょっと価格が高くなるんですが、皆さんもぜひチェックをしていただきたいなと思っています。これはもうグリーンレーベルの中では定番的なアイテムで、去年も同じものを購入しましたし、一昨年も買ったぐらい僕の中では鉄板アイテムになっています。無地の T シャツを検討する際にはユニクロ U かこういったグリーンレーベルのポンチかどちらかをですね検討してもらうと良いかなと思っています。
はい、続いて2着目ご紹介したいのはプリント T シャツですね。さっきの無地 T シャツも使いやすいんですが、無地ばっかり使ってるとですね、やっぱり飽きてくるんですね。少し夏っぽさだとかカジュアルな感じを楽しみたいって思う時にはですね、僕はこのようなプリント T シャツを着るようにしています。ただプリント T シャツというのは結構難易度が高いんですね。どうしても無地に比べるとカジュアルに見えてしまうので選ぶのが難しいんですね。特にこのプリント次第で見え方が全然違うので、これには注意は必要かなと思うんですが、ちょっとファッションをもっと楽しみたいという方にはですね、プリント T シャツという選択肢があるということもぜひ覚えていただきたいなと思っています。僕が今着ているのはエストネーションとアーティストのコラボレーションラインの T シャツなんですが、白ベースの T シャツに対してブルーっぽい感じのイラストが書いてあって、この雰囲気は結構気に入って去年は結構買いましたね。で、このようなプリント T シャツを着るからにはボトムスはやっぱり引き締めた方がいいので、このようなブラック系のパンツでシュッとした雰囲気を出してあげるとバランスが取りやすいかなと思っています。こちらの T シャツのサイズ感もですね、ややゆったりめのものを選ぶようにしています。こちらは M サイズなんですが、普段僕がよく着ているサタデーズの T シャツ、それはあくまでジャケットのインに着るものなので、もっと着丈も短いですしタイトなシルエットになってるんですが、1枚で T シャツを着る際にはやはり少しゆとりを持たせた方が今の雰囲気には合いやすいかなと思います。これは無地も柄物も共通ですので、ぜひ覚えておいてください。なかなかですね、いいプリントの T シャツって見つけづらいかなと思うんですが、先日僕がご紹介したユニクロがやっている UT のですねプリント T シャツなんかは割とバランスがいいので、そちらの方もよかったらチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムに着替えてみました。こちらはここ数年ですねトレンドアイテムになっているオープンカラーシャツというアイテムですね。僕も動画の中で何回かご紹介してるかなと思うんですが、半袖シャツで襟もついてるので T シャツ1枚に比べればかなり大人っぽさが出るので、僕自身もとても気に入っているアイテムの一つです。数年前までは半袖の T シャツは NG と僕はお伝えしていたんですが、最近はですねこういったものがかえってトレンドになっているので、 NG だったものが OK、 むしろ推奨という形でですね、大きな地殻変動が起きたのかなと思っています。このようなアイテムは僕たち30代40代の世代にも結構似合いやすいので、皆さんにもぜひトライをしていただきたいなと思っています。僕が今着ているのは GU のオープンカラーシャツなんですが、他にもですねユニクロのオリジナルだとこういったシンプルなブラックネイビー系のオープンカラーシャツがありますし、今期のユニクロ U ですとオープンカラーシャツなんですけど、中でもキューバシャツといって少しこうプリーツの入っているデザインが特徴的なこういったシャツなんかもあって、割とバリエーションが楽しみやすいのかなと思っています。オーソドックスに揃えたい場合はこういった濃い色で全身をコーディネートするのも良いかなと思いますので、ぜひこのようなオープンカラーシャツ皆さんもぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目をご紹介したいと思うんですが、今回はポロシャツを着ています。まあ、ポロシャツというと大人の男性の夏着としてはですね定番的な位置づけかなと思うんですが、割とですねおじさんっぽく見えがちなアイテムなので、なかなかコーディネートが難しいかなと思っています。まあ、ポロシャツもいろんな色のものがありますが、僕がおすすめなのはブラックですとかネイビーのような濃いめのポロシャツなんですね。こういった色であれば割と引き締まるのでおじさんっぽさというのを払拭することができるのかなと思っています。あえて今回はブラックのポロシャツにブラックのパンツということでモノトーンでコーディネートをしてしまっています。一応半袖なので肌の色が見えるというところと、ボトムスもですねやや短めにしているので肌が覗くので、そこまで重たすぎる印象にはならないかなと思っています。あとはもう露出している手の部分には時計ですとかアクセサリーを取り入れながら、着こなしが退屈に見えないようにバランスをとっていただくといいかなと思っています。僕が着ているのはですね今期のナノユニバースのニットポロになりますね。普通のコットン系の素材のポロシャツも悪くはないんですが、どうしても僕はそれだと物足りなく感じてしまうので、最近のトレンドであるニット地で作ったこのようなポロシャツを着ています。まあ、通常のコットンのポロシャツに比べると少し上品な雰囲気が出るのと、トレンド感今っぽさが出るので、こういったアプローチというのもぜひ皆さん覚えていただきたいなと思っています。まあ、ポロシャツのサイズ感も通常であればタイトなものを選ぶことが多かったんですが、今年はですね僕自身少しゆったりめに着たかったのでワンサイズ上げて M のものを選んでいますね。こういったものの方が1枚で着るときにはバランスがいいかなと思います。もしビジカジで使いたい場合はいつものサイズを選んで、その上にですねジャケットなんかを羽織るというスタイルも良いかなと思いますので、オンで使うのかオフで使うのか、ここを明確にしながらサイズ選びに活かしていただきたいなと思っています。はい、続いて5つ目をご紹介したいなと思います。
今日の気温は32度を超えているわけですが、一応冷房をつけずにやっているのでめちゃくちゃ暑い状態です。なんとか最後まで走り切りたいと思いますので、ぜひ皆さんもお付き合いいただきたいなと思っています。今着ているのは半袖のニットになりますね。一番最初に無地の T シャツをご紹介したかなと思うんですが、あのような T シャツだとどうしてもこうカジュアルになりすぎてしまって、大人っぽさだとか上品さというところがなかなか漂わないので、もう少し違ったアプローチがないかなと感じている方は、このような半袖のニットというものがおすすめかなと思っています。結構最近はですね、薄手でガンガン洗濯しやすいようなニットが出てきていますので、こういったものを使っていただくと案外大人っぽいスタイルというのが作りやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。中でもおすすめなのは半袖の白ニットかなと思っています。こちらのサイズ感に関しては僕は S を選んでジャストサイズを選んでいるんですが、まあ、ワンサイズ上げて今っぽく着るのもいいかなと思いますし、そこは好みでサイズ感を選んでいただきたいなと思っています。割とですね、こういった白ニットだとビジカジにも使いやすいんですね。ある程度カジュアルな着こなしが OK の職場であれば、このままでもある程度通用するかなと思いますし、この上にネイビージャケットを着るような着こなしもバランスが良かったりするので、ぜひ半袖のニットというものをオンオフ兼用で用意すると良いかなと思っています。はい、そして最後6点目なんですが、今回着ているのは長袖のシャツになりますね。まあ、これまでご紹介してきたのが割とカジュアルなアイテムが多かったので、もうちょっと大人っぽい雰囲気を出したいなという場合は、暑いんですけどこのような長袖シャツがあった方が便利かなと思っています。もちろんそのままで着るとすごく暑いので、腕まくりをして少し肌を露出した方が実際に涼しいですし、見た目の印象としても涼しげになるのかなと思っています。これまでご紹介してきた半袖シャツというのは意外とですね、この二の腕部分が見えることが多いんですね。そうするとどうしてもですね、子供っぽく見えたり、場合によってはぷよぷよの二の腕が見えてしまいがちなので、それだとあまりしっくりこないなという方も中にはいらっしゃるかなと思うんですね。そういう場合には僕が今着ているような長袖のシャツを腕まくりをした方がバランスが整いやすいのかなと思っています。僕が今着ているのは今季のユニクロのひっこりシャツなんですが、通常であればリネン系のシャツというのが一番定番的かなと思います。ホワイトですとかブルーですとかネイビー無地のリネンシャツなんかを腕まくりをしながら着ていただくとすごくバランスがいいかなと思いますので、こういったものにもトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏場に使える6パターンのですねトップスをご紹介させていただきました。様々な提出のものがあったかなと思うんですね。今回ご紹介した中でこれは良さそうだなとか、これだったら自分でも使えそうだなというものを選んでですね、皆さんもぜひコーディネートを楽しんでいただきたいなと思っています。どれも定番的なアイテムではあるんですが、やはり最近ではサイズ感が大きく変わっていることを改めて実感しています。もし似たようなアイテムを持っていたとしてもですね、今季は少し大胆にサイズ感を変えながら今っぽいファッションというものをお楽しみいただければなと思っています。僕自身は結構楽なのが好きなので、今回の中では今着ているような無地の T シャツですとか、あとはオープンカラーシャツですね、半袖のものを楽しんでいます。ぜひ皆さんもですね、こういったものを着ながら夏のファッション存分に楽しんでいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。